アレクサンデル・ラファエル・ロメロ・ガルバンは、ベネズエラ・スリア州マラカイボ出身のプロ野球選手、右ト左打。メキシカンリーグタバスコ・キャトルメン所属。2002年にミネソタ・ツインズとマイナー契約を結び、プロ入り。この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ツインズで56試合に出場し、打率。333.2本塁が、42打点を、記録している。 2003年は A 級クワッドシティズ・リバー・バンディッツで開幕を迎えた。この年は120試合に出場し、打率296.4本塁が40打点を記録した。2004年は A 級フォートマイヤーズ・ミラクルで開幕を迎えた。この年は105試合に出場し、打率292.6本塁が42打点を記録した。 2005年は AA、Q、ニューブリテンロックキャッツで開幕を迎えた。この年は139試合に出場し、打率301.15本塁打77打点を記録した。初めて2桁本塁打を記録するなど超打力が飛躍した。2006年は前年同様 AA、Q、ニューブリテンで開幕を迎えた。ここでは48試合に出場し、打率 281.5本類打、16打点を記録した。その後、トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスに昇格した。ここでは、71試合に出場し、打率、250.0本類打、26打点を記録した。2007年1月19日に、ウェーバーでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。参加のトリプル A 級ツーソンサイドワインダーズで、 開幕を迎えた。この年は131試合に出場し、打率310.5本塁が66打点を記録した。2008年の開幕に25人枠に登録された。4月2日のシンシナティレッズ戦に代打で出場し、ベネズエラ人選手史上217人目のメジャーデビューを果たした。翌3日の試合にて代打で、 途中出場し、犠牲フライでメジャー初打点を記録した。2009年に退団した。2010年は、アトランタブレーブスとマイナー契約を結んだ。参加の A 級ミシシッピブレーブスで開幕を迎えた。ここでは、43試合に出場し、打率279、1本塁打、19打点を記録した。その後、トリプル A 級、グーインネットブレーブスに昇格した。ここでは、 18試合に出場し、打率、190.1本類打に打点を記録した。同年限りで対談した。2011年は、フロリダ・マーリンズとマイナー契約を結んだ。参加の AA 級ジャクソンビル・サンズで開幕を迎えた。ここでは、104試合に出場し、打率、303.7本類打50打点を記録した。その後、 トリプル A 級ニューオーリンズゼイファーズに昇格した。ここでは19試合に出場し、打率339.0本塁打5打点を記録した。同年限りで対談した。2012年はメキシカンリーグのキンタナロータイガースと契約を結んだ。ここでは105試合に出場し、打率349.14本塁打74打点を記録した。 禁止薬物で陽性反応が見つかり、2013年シーズンから50試合出場停止処分を受けた。2013年開幕前の3月に、第3回 WBC のベネズエラ代表に選出された。その後、イタリアンベースボールリーグのリミニベースボールクラブと契約を結んだ。この年は24試合に出場し、打率479.5本塁打。 35打点を記録した。2014年も前年同様にリミニベースボールクラブでプレーした。同年限りで対談。2015年12月10日にメキシカンリーグのベラクルスレッドイーグルスと契約を結んだ。ありがとうございます。